どうも大輝です。普段は年商1億円ほどの小さな会社を一人で経営しています。今日のテーマは強運、運がめちゃくちゃ良くなる方法について解説していきたいと思います。これね、ほとんどの人が運についてなんとなく把握しているんだけど、ちゃんと学んだことないんですよね。で、これ僕自身運について学んでから、あ、こうやって運って上げるのかっていうのが本当によく分かりました。そしてよく分かってからめちゃくちゃ運気上がってます。ビジネスに関しては2017年に起業してから年商が1000、3000、5000、1億円とずっと上がり続けてます。実は夫婦関係について語っている TikTok もあるんですけど、こちら開設してから約半年で総再生回数が610万回超え、フォロワー1万人超えで、最近ちょこちょこ企業案件とか来るようになりました。まあ本当ありがたいなと思ってます。で、この YouTube もですね、4本目に出した動画が今16万再生を超えておりまして、毎日100人から300人くらいの方がこのチャンネルに登録いただいております。本当ありがたいことにね、こう神様に応援されてるんじゃないかっていうぐらい、どん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 結果が出ていくんですよ。じゃあ朝から晩までめちゃくちゃ働き詰めなのかっていうと、決してそうでもなくてですね、昨日も平日だったんですけど、16時には仕事を終えて家族とクリスマスマーケットに遊びに行ったりとか、運気いいので仕事楽しすぎて、もう仕事が遊びみたいになっちゃってるんですよね。この運を正しく理解して自分の生活に落とし込むことができると、めちゃくちゃ人生が楽しくなりますので、今日も一緒に学んでいただいて、幸福度と売上バカ上げしていきましょう。今日はこんなことをお伝えします。 1. そもそも運がいい、運が上がり続けるとはどういう状態なのか、具体的に何をどうすれば運が上がり続けるのか、この2点に絞って解説していきます。今ね、僕わりかしこう結果出始めてて、運の話も今してるんですけれども、学生時代に働きたくないな、とりあえずお金稼ぎたいと思ってなんとなくやった副業で借金100万円作って親にめちゃくちゃ怒られたりとか、営業を学ぼうと思って営業代行会社に1年間インターンしてたんですけれども、かっこいい営業かなと思いきや、ずっとウォーターサーバー売らされてました。あれ10ヶ月くらい僕ずっとやってたんですけど、仙台から東京に出てきて初めて就職した会社は、朝7時に出社して夜は24時まで終電まで働いて月収20万、貯金も10万円以下でした。今思うといい経験ではありましたが、決してその時運が良かったかって言われると、当時はあんま良くなかったと思います。運がいいと思おうとしている感じ、運がいいって自分で言ったら運が良くなるっていうのを聞いていたんで、俺は運がいい運がいいって言ってるんだけど、なんか噛み合ってねえのになって思いながらも、自分は運がいいなんていうことを言ってました。ただそこから今日お伝えすることを実践したことによって、ほんと結果出るようになりましたので、ぜひ皆さんも真似できそうなところから真似してみてください。ちなみに僕の人生がめちゃくちゃ変わった言葉で、京セラの創業者稲盛和夫先生の言葉があります。自分の心が呼ばないものが自分に近づいてくるはずがない。自分の心が呼ばないものが自分に近づいてくるはずがない。これね、ちょっと耳が痛い言葉なんですが、今僕らの目の前に起こってる現実っていうのは自分の心がやっぱり呼んでるんですよね。でもそうやってこう自分の今の現状を認めたところから、じゃあどうしていこうというふうに自分のことを変えていきましたので、ぜひですね、今日学ぶこと何かしら一つ実践していただきまして、行動を変えて現実を一緒に変えていきましょう。では本題に入っていきます。まず一つ目、運がいい状態とはどういう状態なのか。これはですね、幸運の方程式というものがあるんですが、それをご紹介していきます。サイエンスライターでベストセラー著者の鈴木優さんの著書の中で解説されています。運の方程式、運がいい状態とは、行動×多用プラス察知×回復。僕の場合さらにここに2つの要素を追加しまして、感情×セルフイメージ×行動×多用プラス察知×回復、この6つの要素で幸運とは成り立っています。6つもあんのかよと思ったと思うんですけれども、大丈夫です。今から6つ分かりやすく何すればいいかめちゃくちゃ簡単に解説しますので、でこれどれか1つだけやるでもダメなんです。全部しっかりやることで幸運状態っていうのを作れますので、しっかりついてきてください。じゃあ解説していきます。まず1つ目、感情。これはですね、全ての土台になります。僕たちが普段どういう感情で過ごしているかが幸運であるか不幸であるかを分けます。まあ簡単に言うとね、ご機嫌で過ごしましょうっていうことです。常に僕らご機嫌状態であることによって幸運状態になりやすくなっていきます。皆さん、パワーかフォースかっていう本読んだことありますか？これめちゃくちゃ良書なんで、ぜひ読んでいただきたいんですけど、この本の中で感情レベル、人間の意識レベル、感情レベルについてまとめられている表があります。それがこちらの表です。この表には普段自分がどんな感情を感じて過ごすとどんな現実が起こりやすいか、これが一覧表にまとめられているんですけれども、僕たちがマイナスな感情を普段から感じることが多ければ、マイナスな現実、不幸がやってきますし、プラスの感情を感じることが多ければ、プラスの現実、幸運がやってきやすくなっております。まあ、すごい当たり前の話なんですが、普段からマイナスな感情を強めで生活してたら、
どんなことが起こってもそれをラッキーって捉えることすらできなくなってきますよね。僕去年事業規模で3000万ぐらいの事業があったんですけれども、急にそれをやめましょうとビジネスパートナーに言われました。普通だったらこれ不幸ですよね、アンラッキーだと思います。すごいうまくいってた事業だったんで、なんでやめんのってと最初思ったんですけれども、その後僕これラッキーだなって思ったんです。今これ2、3000万の事業を手放すけれども、ここで空いた時間を使ってまた本当にやりたいことできるかもしれないっていう風にすぐラッキーに切り替えられたんですよね。幸運体質であると普段ネガティブなことだと思われることもラッキーに変わっちゃうんですよ。その土台となるのがこの感情なんです。普段からご機嫌で過ごすこと、ここがめちゃくちゃ大事なんですよね。ではどうすればご機嫌な状態、いい感情で過ごせるかということについて解説していきます。まず1つ目、しっかり心を休ませるということです。僕ら普段生活してると自分の感情を抑え込まなきゃいけない場面っていくつかあるんですよね。特に会社に勤めていると会社の方針に従わなきゃいけない、上司の顔色を見なきゃいけない、取引先のことも考えなきゃいけない、常に僕らは何かしら役割を背負っていて、本当はこうしたいんだけどここは我慢みたいなことが結構あると思うんです。そんな時に自分の中に湧いてくるネガティブな感情、本当はこうした方がいいのにな、こいつムカつくな、そういった感情を無視していると僕ら心が疲れていってしまうんですね。どん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 自分の感情を感じにくくなってきてしまいます。ネガティブな感情っていうのは自分の中に留めておくと、それがどん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 肥大化していってしまうんです。なので普段から自分に溜まったネガティブな感情をしっかりと発散させる、心を休ませてあげて癒してあげるということがすごく大事になってきます。癒す方法で簡単な方法があるので一つ紹介します。ジャーナリングの動画でも伝えた感情を紙に書き出すという方法です。やり方は至って簡単です。こんな感じのスケッチブックを準備してください。書いていくときにね、ムカつくとかってこう言葉にせずにぐじゃぐじゃぐじゃって書いていきます。あーなんかムカつくなーとか、あれ悲しかったなーとか、逆に嬉しかったことも、あこれ嬉しかったなーっていう風に、例えば僕だったら嬉しかったなーっていうときはなんかハートマーク書いたりとか、上がるーってこうなんか矢印書いたりするんです。こういった形で自分の感情を紙に書き出していくんですね。そうするとだん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 自分の中に溜まっているものがこの紙に見えていきますので、それをふっと見たときに、あ自分こんな感情を感じてたのかっていう風に自分の感情をしっかり認めてあげてください。そうするとそれだけでだいぶ心が楽になります。で僕収まんない時とかはですね、こうやってブリブリってやめてください。こうやってファーイってやったりします。そうすると自分の感情を捨てたってことになりますので、それも可視化されてすごくスッキリします。トイレットペーパーをぐるぐる巻きにしてバーンってトイレに流すっていう人もいました。もしあなたが最近ニヤニヤが止まらないほど幸せを感じたり、涙が出るほどお腹を抱えて笑ったり、逆に大声を出すほど怒ったり切れてないとしたら、感情のエネルギー数値っていうのは下がってるかもしれません。皆さん、やる気のない赤ちゃんとかやる気のない子供って会ったことありますか？ああやる気ねーとかつまんねーって言ってる子供あんまりいないですよね。感情を感じていると僕らこの子供のような状態に戻れます。これ面白そう、やってみたい、何これっていう風にどん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 いろんなものに好奇心が湧いてエネルギーも高くなっていくんですよね。運がいい人ってみんな好奇心旺盛だし、エネルギー値めちゃくちゃ高いんですよ。僕らは昔赤ちゃんだったし子供だったんですよね。この状態に戻る、これを意識することがすごく大事なので、ぜひ感情をどん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 流していきましょう。次がポイント2、セルフイメージの話でございます。これ簡単に言いますと自分自身に対するイメージのことを言います。そして現実は自分にどんなイメージを持っているのか、これで現実が作られていきますので、なので僕らは普段からいい感情の状態、ご機嫌状態で自分にいいセルフイメージを持っている、これがすごく大事になるんですよね。人生は思った通り、自分のセルフイメージ通りになっていきます。自分が月収30万にふさわしいと思ってたら月収30万になりますし、自分が登録者10万人の YouTuber にふさわしいと思ってたら登録者10万人の YouTuber になっていくわけです。なので自分はどうなったら最高なのか、理想の自分のセルフイメージをしっかり言語化してその状態で振る舞っていく、ここがすごく重要になるんですよ。ちなみに僕の場合は今会社の売り上げを3億円にしたいな、YouTube の登録者数を10万人にしたいなという目標があります。なので僕は3億円の経営者であり、登録者数10万人の YouTube チャンネルを運営している、このセルフイメージで普段過ごすようにしているんですね。このセルフイメージを高めるポイントは許可になります。高めようとするとなんかこう心がギュッとするんですけれども、まあそうなってもいいよねって自分に許可をしてあげる、この許可して緩めてあげるっていうのがセルフイメージをゆっくり自然に上げていくコツになります。なのでもし皆さんの目標がじゃあ年収を倍にすることだ、こういう目標であれば、まあ年収倍になっても別にいいよねっていうふうに許可をしてあげます。許可をするとですね、でもなんか仕事別に変わってないしとか、スキルないしとかって出てくると思うんですけれども、その出てくるネガティブな感情が出てきたら、まあそんなネガティブな感情出てきてたとしても年収上がってもいいよねっていうふうに、さらにそれも許可して肯定してあげます。そうするとどん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 ね、なんかね、重いものがね、こう軽くなっていくんですよ。で、その軽い状態にいいエネルギー、いい感情を組み合わせていくと、どん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 自分の運気っていうのは上がっていくんですね。僕自身も
お金なかった時に年収1000万っていう目標を立てました。その時もずっと、まあ年収1000万になってもいいよね、20人に1人だしっていうふうにずっと自分に思ってました。そして理想の自分だったらどんな言葉遣いしてるかな、どんなとこ住んでるかな、どんな仕事道具使ってるかな、この理想の自分だったら、理想のセルフイメージの自分だったらどういう生活してるかなっていう基準で選ぶ店とか持つものを全部選んでました。ご機嫌な状態を作ったら理想の自分、理想のセルフイメージはどんな自分なのか、そしてそんな自分になったつもりで行動してみてください。そしてこの2つを意識してから3つ目のポイント、行動に入っていきます。正直ね、このポイント1と2、この2つをやってれば勝手に行動力上がっていきます。エネルギーの軽い状態を作れているので、どん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 行動力上がっていっちゃうんですよね。行動力がなかなか出てこないっていう人はこの1と2、これを徹底していってください。それは徹底してやんないで行動しちゃう、最初頑張れるんですけれども、だんだん面倒くさくなっていったり辛くなったりして継続していかないんですよね。行動が継続しないと運気下がりますので、まずは1と2をしっかりやる、そして行動していくという形になります。ここでいう行動とは何なのか、これはチャレンジの数です。このうまくいくいかないっていうのはやっぱりチャレンジした数で決まりますよね。10回チャレンジする人は10回うまくいくチャンスがあります。1回しかチャレンジしない人は1回しかチャンスがないんです。僕も自分でビジネスやってますので、あ、なんかこれうまくいきそうだな、そう感じたものは常にチャレンジするようにしています。そのチャレンジして蒔いた種が時間を経って発芽して花開いていくんですよね。例えば僕の TikTok、 今600万再生、1万人以上のフォロワーがついてくださってますけれども、最初は僕こちら発信しようと思ってとりあえずスタートしました。お金のこと、仕事術のこと、健康のこと、その中でいろいろ出していく中で夫婦関係について話した動画がいきなり100万円再生いったんですよね。その時に、あ、このチャンネルはじゃあ夫婦関係に絞って運用してみよう、そしたらぐーんと登録者数も伸びていきました。これも1と2でエネルギーの軽い状態を作っていたから、あ、これやってみよう、あ、ダメだった、これやってみよう、ダメだったっていう風にポン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 チャレンジができます。そして失敗したことにも失敗したとすら思ってません。この行動量を増やしてうまくいった時にそれをつかむ、ここがすごくポイントになりますので、ぜひ行動量を上げていきましょう。そしてこの行動する時に大事なのが4つ目のポイント、多様になります。まあこれは簡単に言うと、いろんなやり方を試してみるということです。世の中にはこうすればうまくいきますっていう方法がたくさんありますよね。セミナーに行けばこの通りにやってくださいって言われますし、本を読んでもこの手順でやってくださいっていうふうに言われます。まあ僕の動画もこの手順でやってくださいっていうふうに話してますが、いい意味で先生の言うことを聞かずにいろんな方法を試してみてください。だって先生の言った通りでうまくいくんだったら全員うまくいきますよね。でも世の中はうまくいってる人2割、うまくいってない人8割なんですよね。うまくいく人っていうのはいろんなことを学んで多様的に試して、自分の中でこれが合ってるのか合ってないのかやってみて考えてるんです。その中で自分に合った方法を見つけて、それを再現性高くずっと繰り返していく、で全力集中していくんですよ。このたくさん行動して試している時期っていうのは基本不安です。これでいいのかなとか、本当にこのやり方合ってんのかなとか、やっぱりやめようかなとか、すごい不安になるんですよね。でほとんどの人はこの不安を感じている状態でやめちゃうんですよ。でうまくいく人っていうのはこの不安を感じることが健全だと分かっているんです。僕も例えばじゃあこの YouTube やるってなった時に、最初 Vlog から始めました。いろんな Vlog 出しました。で登録者が全然増えない時期普通にありました。でほとんどの人は全然増えないからやめよう、不安だからやめようってやめちゃうんですけれども、僕はこの不安になるとかうまくいかない時期があるっていうのを知っていたので続けられたんですよね。で続けられてたからこそ、じゃあ学べる内容をもっと出してみようというふうに、このように発信した方法が皆さんに認めていただくことができて、ちょっとずつちょっとずつチャンネル登録者数や再生回数も伸びるようになっていきました。なのでチャレンジしている人は不安を感じて健全、これを覚えておいてください。どうしても不安に押しつぶされそうになる時とか、自分じゃダメなのかなって自分のことを信じれなくなる時、そんな時はですね、あー不安って言ってください。あ、不安だーって言って不安なこと書いてください。で、不安もちゃんと感じてあげるとだいぶ小さくなってきます。じゃあ何が本当に不安の原因なんだっけっていうふうに原因を見ることができます。そして次、大事な5つ目。これが察知です。察知というのは気づく力になります。何かいっぱい行動していると偶然うまくいった出来事が見つかります。あれ？なんでこれうまくいったんだろう？この時なんで自分自然にできたんだろう。うまくいく人っていうのはここにクエスチョンマークが出るんですよ。そしてそれを深掘っていきます。これ僕も過去にありました。過去に1対1の営業を商談していて、1日10人の方と商談した時に2人の方に100万以上のお申し込みいただいたんですね。で他はゼロだったんです。その時全部ボイスレコーダー撮ってました。うまくいった2人の商談を徹底的に分解をして、なぜうまくいったのか、どんな内容だったのか、お客さんはどういうテンションだったのか、これを全部分析していったんですね。で、それを分析して、そのうまくいったものを自分に入れ込んで使っていく。そうすることによって、商談の成約率が爆発的に上がりました。で、このなんでこれうまくいったんだろう、ここに、ん？ってこう気づく力、ここを養っていきましょう。
で、この察知力を一番高める簡単な方法は、普段から自分の憧れの人、自分の理想のセルフイメージに近い人がいたら、あの人だったらどうするかなっていうふうにその人の思考を自分に取り入れるようにしましょう。僕も今目標としている経営者の先輩何人かいるんですが、迷った時とか何かを行動している時、何々社長だったらどうするかなっていうふうに考えています。そうすると自然的に、あ、社長だったらこうするかもしれない、あれこれってこうかなっていうふうに気づきが多くなるんですよね。この気づきの数が幸運体質になるめちゃくちゃ大事なポイントになりますので、ぜひたくさん気づいていきましょう。そして最後、これが回復力になります。やっぱりね、行動してると落ち込むんですよ。チャレンジしてる人は失敗が多いし、行動してたら空回りが多くなるんですよね。うまくいかない、結果が出ない時期っていうのは、どん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 落ち込んでいったり疲れていったりしてしまうんです。そんな時に自分を回復させる術を持っておくことがものすごく大事になります。気を向く力っていうのかな、やっぱり頑張ってるとね、こうエネルギーが張っちゃうんですよね。緊張してるんです。リラックスさせる力も回復力になるでしょう。ちなみに僕は自分を回復させるために一番最初に言った感情を書き出すっていうこともやってますし、毎日絶対湯船に浸かって、ふう、今日も自分お疲れっていう風に自分のことをめちゃくちゃねぎらってます。あとは食事もね、化学調味料とかああいうものを食べないようにして、どん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 自分の体を大事にするってこともやってます。この、ね、自分を大事にするっていうことが回復力に直結しますので、ぜひ自分のことを大事に皆さん生活してみてください。はい、皆さんここまでいかがでしたでしょうか。結論まとめていきますと、幸運の方程式とは、感情×セルフイメージ×行動×多様プラス察知×回復力、ちょっとね6つあって多かったかもしれないんですけれども、これ全部大事になります。そしてその中で一番大事なのが1と2、ご機嫌で過ごして、自分こうなってもいいよねって自分に許可してあげること、これさえやってればあと勝手に上がっていきますので、ぜひですね、自分を普段からご機嫌にして、自分に優しく、自分こうなってもいいよねって許可をしてあげてください。今日の動画は以上になります。また僕の LINE メルマガでは、皆さんの人生がもっと良くなる情報をたくさん配信しています。今 LINE のメルマガに登録いただきますと、1、自分のやりたいことを見つけてお金に変える方法、2、自分のやりたいことを見つけるコンパスノートの書き方、3、コンパスノートの記入事例、4、自分のエネルギー波動を上げる行動リスト、5、めちゃくちゃお金貯まる方法、6、めちゃくちゃ幸せになる方法、7、僕がゼロから年商1億円になるまでに実践してきたこと、これら7本の動画を全部無料で公開しておりますので、ぜひ YouTube の概要欄から LINE のお友達登録してみてください。たまにメルマガも届きます。次の動画では自分の波動、エネルギーを上げるということについて詳しく解説していきたいと思います。我々はやっぱり感情の動物なんですよね。自分の感情をどうコントロールして自分のエネルギーを上げていくのか、人生が良くなる良くならないはこのエネルギーにかかっています。このエネルギーとは何ぞや、そしてエネルギーの上げ方について次回の動画でもっと詳しく解説していきますので、ぜひチャンネル登録いただきまして次回の動画をお待ちください。というわけでまたお会いしましょう。それでは。